定教材。どうも、篠原です。今回ですね、まあこちらですね、数学の講義系教材、まあどれを使ったらいいのかということについて、まあコメント欄にコメントがあったんで、それについてお答えしたいと思います。で、これはですね、まあ俺の中ではもう毎回、自分の生徒に参考書を選ぶときもそうなんですけども、決まってるんですね。ズバリお金に余裕があるんだったらこちら、面白いほどわかるシリーズ、お金に余裕がないんだったらこちら、初めから始めるです。で、これがですね、俺がほとんど毎回これでやりましょうっていう風に指定してます。で、もちろん例えばですけど、スタディサプリだとか YouTube の動画だとか他の教材でもまあ別にいいっちゃいいんですけど、まあ俺は毎回これを指定してますね。で、まあそれで実際生徒もね、結果出てるんで、まあもうそれでいいんじゃないですかと一応思います。で、それぞれ理由を話します。まずお金に余裕があるんだったらこちら、面白いほどわかるシリーズ。これちょっと、志田さんですかね、のを持ってるんですが、坂田明さんっていう人がいて、その坂田明さんの教材が鬼ほどわかるんですよ。で、実際俺も京大で数学の数学3にあたるやつを独学というか、まあ授業を受けながら勉強したんですね。で、ところが京大の教授の数学の授業ってクソほどわからないんで、まあ自分で勉強しないといけないと。で、なった時に、まあこの面白いほどわかるシリーズの数学3の微分積分にあたるやつを買って、それで自分で勉強して、で、京大の京大生として受けた試験で、まあ95点と満点を取ったんですね。で、まあ実際こちらですね、その後、まあ数学検定の準1級も受かって、数学さんについての知識はあるよっていう状態になったんですが、全部坂田明さんのおかげです。それの面白いほどをやったから、俺は数3の極限微分積分っていうのは分かったし、その後複素数平面とか勉強する時も全部この面白いほどシリーズで勉強して、できるようになりました。なので、まあね、お金に余裕があるんだったらこれがいいんですよ。ただ一個欠点が、これ一個買うと1000円ぐらいするんですね。これは1200円なんですけど、まあちょっとお金かかるなというところです。まあ払う価値あるんですけど、一冊1000円かと。で、それをまあ各分野買うと結構なお金になるんで、それ大丈夫ですかというところですね。で、一方で、この初めから始めるですね、初めから始めるシリーズ、何がいいかっていうと、一冊1000円ぐらいなんですよ。で、これだけで数学 A だったら数学 A がカバーできて、数学1買ったとしても合計2000円ぐらいなんですよね。はるかに安いと。これ全部シリーズ揃えようと思ったらバカほどお金かかるけど、こっちだったらまあそんなにお金もかからないよというところで、まあ初めから始めるをおすすめすることもありますが、やっぱり守備範囲というか分かりやすさっていうところで言うと、まあこっちの方が、まあページ数も広いですからね、こっちの方だともうこれで一分野みたいな感じですから、まあ同じ厚さで、数学 A 全部とか数学 2 全部みたいな感じでカバーしてるよりも、やっぱりこっちの方がよりページ数が多い分分かりやすく丁寧に事細かに言ってくれてるし、守備範囲も広いというところで、まあお金がないんだったらこっち、もう経済的にできるだけ安く済ましたいということだったらこっちを使いますが、まあいいですよと、その一分や1000円払いますよっていう場合はこっちをおすすめしてますね。で、他にもですね、例えばこれですね、数学のトリセツですとか、まあ他にその講義系のやつがいろいろ出てるんで、まあいいんですよ。これが別に悪いってわけじゃないんですけど、まあ俺は使ってないです。というのも、この面白いほどわかるシリーズの方が、まあ俺の方では採用率が高くて、理由としては動画で勉強するっていう形式のやつを採用すると時間結構かかるんですよね。言ったら本だったら見て、ああはい OK っていうところが、動画だと動画再生された間見ないといけないですよね。で、見てわからんぞと思ったらもう一回戻って、で、しばらくやって、あれここわからんぞと思ったらまた見てとかって、結構時間かかるなっていう印象が俺の中にはあって、まあ俺基本的に映像授業系あんまり好きじゃないんですよ。で、実際予備校の時も映像授業何回か受けましたけど、まあ退屈でしたね。うん、だから分かってるところずっと説明されるのもなんか鬱陶しいし、分からんところ1回しか言ってくれないのもあれなんで、本だったら何回も見直せますから、この本が悪いということではなく、まあこれでもいいんです。これが気に入ってる、これでやりたいんだって言うんだったら別にそれでもいいんですけど、まああんまり YouTube の動画とかで、勉強しますよって言った時に、まあいいですよと、スタディサプリでやります、いいですよって言ってるけれども、まあ本でやってでもいいのかなと。まあ、これは好き嫌いだと思いますね。ただまあ俺は基本的に数学の勉強は基本本でやったし、それで結果も出てるし、俺の生徒もそれでうまくいってるんで、
まあ全員動画にしろとはちょっと言いにくいなっていうのが、まあ、正直なところです。で結構ね今どれでもいいですよって話したんだけど、なぜか最終チャートができればいいからです。最終的にチャート式にたどり着けさえすればもう何だっていいんです。その過程はまあこれチャートじゃなくてフォーカスゴールドでもいいですし、まあちょっと守備範囲広い狭くなっちゃうけど基本問題成功とか標準問題成功でも構いません。最終こういう網羅系の教材にたどり着くまでが難しいんです。網羅系の教材にたどり着きさえすればそれが学校の授業だろうが面白いほどわかるだろうが初めから始めるだろうが YouTube の動画だろうが何でもいいんです。何でもいいんだけどまあ無理なんですよ、いきなりチャート式をやるって。なんでこういうなんかこういうわかりやすい系のやつを一回挟んでおいて、まあチャート式入りましょうとってなった時に、じゃあ、どれでやるのか。まあ俺は基本面白いほどわかるを指定しています。ちょっとそれが多すぎる高いということだったら初めから始めるを指定しています。学校の授業がわかりやすいんだったらもう学校の授業で OK ですよっていうふうにしてるし、 YouTube の動画がいいんですということだったらそれでいいですと、スタディサプリが好きなんですってことだったらそれでもいいよっていうふうに言ってます。何でもいいからとにかく早くこれに入れと、これができるようになれ、これができるようになればとりあえず OK だよっていうふうに俺は指定していて、まあこれが多分究極の形じゃないですか。おそらく、まあ、一番その数学ができるようになる方法はこれだと思いますね。分かりやすいという意味で、うん、まあ実際ですね、まあ、俺がこれまで見てきた人の中には教科書を読めば分かるって人もいました。もう大変素晴らしい能力です。もうそれはね大変素晴らしい才能なんで、神からもらったもう大事に育ててくださいと。でもじゃあ同じことを誰まで進めるか無理っすね。教科書読んだら分かるでしょって言って分かるって人もうほぼいないですよ。1000人に1人ぐらいじゃないですか。それぐらいのまあ大事な才能をもらってるんだったらそれでいいです。教科書読んでいきなりチャートで分かるんだったらそれでいいです。だけどまあ厳しいかなということで、まあ一応俺は面白いほどわかるを進める、特に坂田明先生の書いたものをお勧めしています。今回はこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。